前回の振り返り、米折観光センターに行って3000円分の商品券を使って買い物をしてきました。そしてどんな商品を買ったか購入商品紹介するぞ、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、シャンクスロードです。今回は前回の動画で3000円分買った商品を紹介していきます。動画の最後には特典映像もあるので、ぜひぜひ最後まで楽しんでみてください。前回の動画では最後にクイズも出したので、こちらの動画で正解を発表していきます。それでは買い物したものを紹介していきます。この袋の中に3000円分買ったものが入っています。ではいきますよ。まあ、買い物カゴに入れたものもあって分かってると思いますが、こちら米沢牛ポテトチップ、これもかなり気になったので買ってみました。最近ワインにハマってるので、さくらんぼワイン、パインサイダー、山形限定のパインサイダー、地元の企業のおしどりミルクケーキ、一口サイズの羊羹、ラ・フランス味になってます。ジンダロール、枝豆を使ったお土産もたくさんあるって言いましたが、こちらも買ってみました。今日は節分の日なんで豆も買っちゃいました。もう山形と言ったら天禄、豆は天禄ってちいかわさくらんぼのキーホルダーになってます。めっちゃ可愛いよ。これがクイズの答えになってます。ソースとかボールペンとかいろいろ気になっていたっていうふうに言ってたんですけども、私シャンクスロードが買ったのはこちらになります。あ、本当だ。はい、ナンバー、山形のナンバー、これないナンバーっていうふうに言われてます。2046、こちらかなり気に入ったので買っちゃいました。はい、実際に購入したものをこうやって並べてみました。はい、でクイズの答えだったのがこちらのナンバーになってます。はい、どれも山形限定、もう見えてるだけでワクワクするぜ。まずはじめにこちらのさくらんぼワインから紹介していきます。こちらのさくらんぼワインですが、結構観光客の方に人気な商品らしくて、こうやってグラスがあるので新幹線の中でも観光に来た帰りに買っていくお客さんが多いみたいです。この上が、まあ、グラスのようになっているので、こちらの缶の方から開けていきます。よいしょ、ちょっとガスが入ってるようなので気をつけてください。はい、では強おおお、でもすごく香りの強いワインになってます。でこのグラスに入れて飲むっていうのはとてもおしゃれな感じですね。それでは飲んでいきます。あー、そしてとてもバランスのいい飲み具合になってますね。最近ワインにハマってるってことで、これすぐグイッといってしまいそうな味わいになってます。はー、ハマりますね。これ何本も飲んじゃいたいぐらいハマっちゃいます。続いて紹介するのはこちら米沢牛ポテトチップ。結構ポテトチップ大好きなんで、こちらもしっかり味わっていきます。まあ普段食べてるポテトチップとどう違うんかっていうところも見極めながらやっていきます。こちら、まあギザポテになってますね。で匂いもちょっと普段食べてるポテトチップより強めになってます。あー、結構香ばしいですね。香ばしくて普段食べてるポテトチップよりも食べ終わった口の中は本当高級感に溢れてるような、やっぱ米沢牛って言ってるだけあると思います。これをこう食べながらワインをあーってこうなります。こういうの大好きなんですよね。結構、まあ、ビールにポテチみたいな組み合わせ結構大好きっす。それでは次がこちらジンダバターロールになってます。枝豆を使ったバターロールです。まあ、ジンダに関してはいろんな商品あるなって思ったところだったので、かなり興味深いものではあったんですけども、
プリンとかお餅とかかなり気になったんですけども、今回はこのバターロールを食べていきます。ご覧の通り枝豆を使っているので黄緑色になってます。黄緑色です。いきます。結構濃厚な枝豆の風味が伝わってきます。若干この枝豆のところが残ってるので、そこもしっかり味わうことができるなって。これ本当美味しいので何個も食べれるような感じがしますね。バターの風味もかなり伝わってきます。では次に山形ラ・フランス羊羹を食べていきます。やい。一口サイズっていう風なことだったので、どんな感じになってるかマジで楽しみっすね。ちょっと手がかじかんでなかなか。あーなるほど、こう1個2個、これ2つ羊羹が入ってました。これはかなり興味深いですね。でここのとこから開けてって、これラ・フランス羊羹って言ってるだけあって、かなりみずみずしい羊羹になってます。それでは食べていきます。おお、ほんと一口食べただけでかなりラ・フランスの風味が伝わってきます。すっごく甘いっす。そしてかなりおすすめですね。かなり甘い、美味しいっす。こちらのじゃん、おしどりミルクケーキを紹介します。地元の企業で日本生乳っていうところが作っている、まあ仕事の関係で関東に行ってた時にこれのミルクケーキお土産にしたこともあるので結構いいですね。ただこれ食べ方がわからないと大変なこともあるので、これそのままかじっちゃうと思ったよりも硬いので、これの食べ方っていうのはあります。こうまずめくってちょっと出すんですよ。はい、こうやってで舐めるんですよね。最初こうやってこう舐めていって、これそのまま噛んだらかなり硬いです。思ったよりも硬いので舐めていって、こう柔らかくなってからかじっていくっていう食べ方になってます。でこのままかくと本当こう音で分かる通り結構硬いんで、結構舐めて柔らかくなってから食べるのがおすすめです。これを食べて育ったようなもんなんで、かなり懐かしい味わいですよね。やっぱりまあずーっと舐めててもいいんですけども、ちょっとそれだと時間経っちゃうので噛んじゃいますね。鬼は外、福は内、ブン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 節分ブン。はい、節分といったらこちら、じゃん、伝六豆になってます。はい、山形の人といったら伝六豆大好きですよね。こちらも今回は購入してきました。もうこの色、この形、みんなおなじみだと思います。もうこれ説明しようがないんですけども、もうみんな食べてるからね、節分この時期になると。ではいただきます。噛むと中からピーナッツが出てきます。まあこれがすごく美味しいんですよ。もう小学校の時もこのぐらいのやっぱ節分の時期になると給食とかこれもちろん出たと思います。節分ってやっぱり年の数だけ豆を食べるって言いますけども、これ何個でも食べちゃいますね。やっぱこれ食べて豆まきして心の中の鬼をやっつけられると思うので節分大丈夫ですね。はい、最後こちら山形パインサイダーがラストになります。それでは飲んでいきます。おら、もう炭酸入っているのでシュワシュワ感、開けた瞬間から伝わってきます。今ぐらいの時期だと除雪し終わった後とか休憩中に飲むとすっごくいいっすね。もうこの炭酸で今ちょっと雪の中に置いてたんで
キンキンに冷えてる具合がいいっす。あー、もう缶も冷てえけど、やっぱ除雪してるとかなり汗かいて体力使うのでかなりいいっすね。これほんとちっちゃいちびっこから大人まで味わえるパインサイダーになってます。はい、今回はご覧いただいた通りお買い物企画で買った商品を紹介してきました。ぜひ全国旅行支援とかあって山形に来る機会も全国の皆さんあるかもしれませんが、ぜひこういったものを味わってほしいと思います。それでは以上、シャンクスオでした。さよなら。雪を見ながら見るお酒もすごく美味しいです。